スクル王女の力は圧倒的で、姫殿下さえも全く歯が立たなかったのです。見かねて仲裁に入った兄様にまでその拳は向けられ、それでもなお戦意をくじかれた姫殿下へ語りかける兄様、その姿はまるで失った面影そのもので。歌われるもの、二人の白愚、第7話。姫殿下、私たちは信じているのです。